それでは時間になりましたので、えー、中山さんに、えー、とセミナーを今日お願いしました。えっ、ー、と、質問いっぱいしてもいいということで、交渉しましたので <laughs>、どうぞ質問してください。<laughs> はい、それではよろしくお願いします。あっ、えー、どうもよろしくお願いします。えっ、ー、と、東北大学の中山です。えっ、ー、と、今日はえっ、ー、は、暗黒物質の検出に向けてというタイトルで、えー、お話をさせていただきます。 で、えっと、今日の、あの、トークの目標なんですけども、まあ、基本的には、えー、まあ、専門外の人とか、これから、あの、こういった分野を学ぶ人に暗黒、暗黒物質の研究について雰囲気が伝わればいいかなということで、あの、用意してきました。ですので、まあ、あの、ちょっと、専門家の人にとっては、ちょっと優しめの、あの、話になっている可能性があ,るありますが、まあ、ちょっとそこはご了承ください。 というわけで、目次はこんな感じです。えー、最初に、まあ、標準模型と暗黒物質について、軽く説明をしてで、その後に、えっ、ー、と、暗黒物質のまあいろんな検証方法があるんですけども、まあ、それについて簡単にご紹介します。で、まあ、最後の3番目のところが、まあ、比較的最近の話になってます。まあ、物性物理のまあアイデアを利用した、 えっと、暗黒物質検出っていうのが最近よく考えられてまして、まあ、それについて、えー、最後に紹介します。はい。では、最初にまず、素粒子標準模型と暗黒物質について、えー、まあ、えー、基本的なところからいきたいと思います。で、ここに書いたのは、素粒子標準模型にある、えっ、ー、と、素粒子の、まあ、一覧ですねで。ここにあるのが、まあ、いわゆる物質バーという、クオークレプトン。 3世代。えっ、ー、と、アップ、ダウン。で、電子、電子ニュートリノで、まあ、このセットが、なんか、なぜかわかんないけど、ええー、3セットあると。三世代。で、えっ、ー、と、ここにあるのが、えー、ゲージバーですね。ええー、まあ、相互作用を媒介するものであると。えー、電磁相互作用。それから、ま、弱い相互作用、強い相互作用。で、最後に、ここにあるのが、えっ、ー、と、ヒックスバー。 ゲージ場や物質場に質量を与える、そういう役割を持っています。で、えっと、基本的には、えー、このまあ世の中のあらゆる現象というのは、この素粒子標準模型で、えー、理解できる。で、現在知られているところの、まあ、最もミクロな世界を記述する、まあ、正しく記述する、えーまあ、実験的に検証された理論であるということです。 で、まあただし、えっと、これでじゃあ素粒子、それよし、それよし物理は終わりかというと、うん、あのそんなことはあの全くない。で、あ、で、すみません、えっと、話が前後しますが、まあえっと、これがそれよし表示模型の、えっと、あのー、ラグランジアンですね。えっと、それよし表示模型っていうのは、バノリオシロンの一種なんですけども、えっと、バノリオシロン のダイナミクスというのは、まあ、ラグランジアンを与えればそれによってあの記述されると。これゲージ場の項、えー、と、えー、フェルミオン物質場の項とヒックス場の項、それから、えー、とヒックス場と、えー、フェルミオン物質場の相互作用を表す項。でまあ、あのー、こ,こういった本当に1ページで収まってしまうような、まあ、簡単な数式で、ね、このようの、まあ、な何ていうか あの最もミクロな世界っていうのはこんな簡単な数式であの記述できてしまうで、まあ。神の数式というふうに呼ばれたりもします。でそれで、えっと、まあ、それ以表示向けっていうのが、まあ、大成功を収めてきたわけなんですけども、えー、まあ問題点があります。で、まず宇宙に目を向けると、えー 今日のトークの,あのメインテーマである暗黒物質が標準模型には存在しないという問題があります。それから宇宙の物質と反物質の間には非対称性がある。えっと、まあバリオン非対称性とかって言ったりするんですが、宇宙には物質がたくさんあるけど、反物質はほとんどない。まあ、物質っていうのは例えば電子、反物質っていうのは陽電子となんですね。 まあそういった、あの、まあなぜか、あの、ラグランジアン、理論だけを見ると、物質、物質と反物質っていうのは、ほぼ対象に入ってるように見えるんだけど、宇宙を構成している物質っていうのは、ほとんどが物質であって、反物質が、あの、ほとんどない。まあ、全くないわけじゃないんですが、まああんまりないということで、この非対称性が宇宙の進化の中でどうやって、あの、現れたかというのが、これが大きな、 あの問題になっていますそれから極初期宇宙には、えっと、インフレーションと呼ばれるあの急激な加速膨張があったということも、まあ、これもまあほぼあのほ間違いないだろうということが、まあ、あの宇宙背景放射の観測などから分かっていましてでこれもまあ標準模型の範囲だとあの説明するのが難しい。 まあ一応、ヒックスインフレーションという、標準模型のヒックスバーを使うというアイデアも、まあ、あることにはあるんですが、まあ、とにかく、このなんかインフレーションをどうやってあの説明するのかっていうのも、あの大きなあのテーマの一つです。で、まあ、これらは、まあ、どっちかというと、観測事実をどうやって説明するかという問題なんですが、あの、もうちょっと純、純粋な理論的な問題もあって、いわゆる階層性問題というもの。 電弱スケールが、電弱スケール <laughs>、えっとールっていうのは1 0 0ジェブというあたりの質量スケールなんですが、まあ、それがどうやって、あのー、出てきたのかと。プランクスケール、重力が重要になるスケールに比べると15桁ぐらいちっちゃい。でこれがちょっとまあ非常にあの場の量子論的な観点から見ると非常にあの不自然な。 あの、ファインチューニング。えっと、微調整を必要としているように見える。階層性問題というふうに言われています。それから強い CP 問題。これは、まあ、強い相互作用において、えっと、CP 対称性が、あの、非常に強く破れるように、えっと、強く破れるのが自然なように思える。だけど、実験的には、あの、全く破れが見えていないということで、 えとこれもまあ非常に,非常にあの不自然なパラメータを要求することになります。でまあとでちょっと話しますが、まあ、これの解決のためにあのアクションと呼ばれるう新しい粒子の導入があの考えられています。まあ、それから世代構造、まあ、さっき言いましたが、1世代、2世代、3世代という。 なぜ三世代あるのか。で、これも、まあ、よく分かっている。あの、まあ、あと、ゲージ群ですね。さっきあの、あの、ゲージ粒子が、あの、えっと、電磁相互作用を媒介するやつと、弱い相互作用、強い相互作用を媒介するもの。三種類あるんですが、えっと、まあ、なんでそういう構造になっているのか。それから、量子重力。 えっと、まあ、今現在のところ、この場の量子論っていうのは、えっと、重力まで含めて完全な量子化は、あの、成功していない。ので、えっと、まあ、何らかの標準模型の拡張、まあ、もしくは場の量子論自体の枠組みの拡張が必要であろうというふうに考えられています。 というわけで、まあ、とにかく標準模型というのは究極理論ではなくてあの、もっとファンダメンタルな理論があ,のあるのは間違いないと。まあ、それに関してはあの、まあ疑いが、疑いがないだろうというふうにあの考えられています。た,ただ、具体的にじゃあどういう模型、どういう理論が標準模型の先にあるんですかということについては、えー、まあ、ほとんどあの何も分かっていない。 というのが現状です、まあ、いろんなあのアイディアはもちろんたくさんあるんですがあの、えっと、それ以上の,あの実験的なヒントが少ないというそういった状況です。でまあ、今日の,てあのメインテーマは暗黒物質なのであのそれ以外のことに関してはあまりあのご紹介はし,しませんがで暗黒物質の観測的証拠を はあのたくさんありまして、まあ、これ古くから知られている銀河の回転曲線ですね。えっとえっと、銀河の回転曲線を見ると、えっとえー、あの見えてる物質だけではこの回転速度を説明できないというので、なんかあの目に見えない重力を及ぼす物質があの必要なんではないかと。 それから重力レンズ。で、これは銀河弾の衝突ですね。えっと、これはあの銀河弾同士が衝突したときに、えっと、普通の物質はあの、その衝突をして、えっと、なんていうか、えっと、まあ、この赤いところですねここ、この辺に固まるんですけども、暗黒物質は衝突しないので、すり抜けるというので、その物質、あの普通の物質と、 暗黒物質の分布の違いが見えたってことですね。まあ、暗黒物質の方は重力レンズのデータからあの分布をこの青で,青で表現してて、物質の方は X 線の観測で赤い、えっと、この赤い、赤く色をつけてるんですけども。まあ、これ結構な直接的にあの暗黒物質が、あの、あるという、 銀河団に暗黒,物質暗黒物質があるという証拠としてよく挙げられるものです。で、それから、ままあえっとまあ、もっと定量的にあの宇宙全体に暗黒物質が存在しているという証拠は、この宇宙背景放射の観測、これが一番でかくて、えっと、これ宇宙,、えっと、宇宙からの東方的にやってくる光、えっとまあ、電波ですね。の 強度分布を示したようなもので、まあなんかあの揺らぎがあると。で、これを球面調和関数で展開して、えっと、パワースペクトルを書いたものが、あの、この下の図で、えっと、これまあ実験データと、まあ、理,理論曲線がまあぴったりあの一致してる。で、あの、 で、実はこの理論曲線を書くときに暗黒物質の量がどれぐらいですかとか暗黒エネルギーの量がどれぐらいですかって、あ暗黒エネルギーについては今日は説明しないんですけども、まあ、とにかくこの暗黒物質、暗黒エネルギー、それから通常の物質、これらの量がどれぐらいですかっていうのをあの仮定して、で、あの宇宙論的接動論というものを使って、えっと、このまあ理論線を計算するわけなんですけども、 まあ、ぴったり合ってますよね。でこ、これっていうのは暗黒物質がおよそ25%、暗黒エネルギーがおよそ、えー、宇宙の全体のエネルギーに対して70%ぐらいを占めるという、あの、そういった、あのー、数字とコンシステントになってます。なので、はい。えっと、横軸は何ですか <laughs> あ、すみませんが、翌日はマルチポール、球面調和関数で展開したときのマルチポールで、要は、あの、気分的にはなんかフーリエ展開したときの波数のようなものだと思ってください。なので、こっちに行けば行くほど、えあこのマルチポールが大きいほど、なんかちっちゃいスケールの揺らぎの、先生、マルチポールって何ですかえっと、あ、マルチポールっていうのは、まあ、これ、あの、球面調和関数ってわかりますかね球面調和関数あそうです。 L, L に対応するやつです。<laughs> ああ、はいはいはい。はい、軌道角運動量みたいな。あそうですそうです。はい。はいあ。それが大きくなれば、えっ、ー、と、すみません、何でしたっけ。この、えっ、ー、と、横軸のマルチポール L が大きい、はい、大きいところっていうのは、この、えーとえー、っと、ちっちゃいスケールの揺らぎがどれぐらいあるかっていうのを見てる。ちょっと見てい はい、逆,逆に L がちっちゃいところは、まあ、でかいスケールで。ああ<ー>。L が本当に2とか3っていうのは、あの、あ全体の宇宙全体と同じぐらいのサイズの揺らぎという、そういうことです。わかりました。あ、ちょっとイメージが湧きました。ありがとうございます。あはい。あ、どんどんはい、質問していただければと思います。あ僕も質問していいですか。あの、はい、銀河の回転曲線のところで、その、えー、っと、 これは素粒子論素粒子的なものじゃなくても、そのマッチョみたいなやつだけでも説明できるんですかね。ああどうでしょうね。回転曲線だけだと、もしかしたら可能なのかもしれないんですが。はいはい、でも、他のはやっぱり全然合わないかっで。えっとはい少なくとも、この宇宙背景放射の観測は、ねあの、どうやっても普通の物質ではだめだと思いますね。わ、はい、かります。はい はい、はい、それで、まあ、とにかくこういう感じで現在の宇宙の、えー、エネルギーの、まあ、95%ぐらいはあのなんかよくわからないものだということになっちゃってます、まあ、通常の物質っていうのは先ほど説明したあの素粒子標準模型の中に含まれているようなもののことです。 なので、あのー、95%ぐらいはあのあのよく分からないということになっています。で、まあ、とにかくこれを解明することが、ソリューシー論、あるいは宇宙論の,あの大目標の一つとなっています。で、今日はこの暗黒物質、ここのところがあのメインテーマになります。で、分かっていることは、えっと、 宇宙の全エネルギーの大体20%から25%ぐらいを占める。で、えっと、で地球近辺ではあの質量密度がたいこれぐらいであるということが、まあ、あの回転曲線の観測とかそういったものから分かっています。で,でもし、このジェブという単位にあの慣れてない人がいましたら、 まあ大体1ジェブっていうのが陽子1個の質量に対応すると思ってもらえればいいと思います。まあ、これはエネルギーの単位なんですけども、あのまあ、相対論によってこのエネルギーと質量が等価、えっと。で、まあ、素粒子の業界ではほぼ、あのえっと、高速は1と思うという、そういう単位を使う、ね。<laughs> そうしますと、まああのえっと、1ジェブっていうのは大体陽子1個の質量です。 なので、あの1立方センチあたりに陽子が1個分ぐらい、それぐらいの質量があると。えっと、暗黒物質はそれぐらいの質量を持っているということです。で、であでジェブの G というのはこれギガのことで、あのまあ、10の9乗エレクトロンボルト。で、ミリエレクって書いたときには、これミリエレクトロンボルトで、 10のマイナス30エレクトランボルトとか、まあ、あの、こういった単位をよく使います。で、まあ、今後、あの、今日の、あの、トークでもこういった単位がたくさん出てくるんですけども、えっと、まあ、あのこ、これ以外に変な単位は多分出てこないと思います。なんで、まあどれぐらい、れどれぐらいかっていうと、えっと、まあ、普通の物質、水とか何でも、まあ、その辺の身の回りの物質何でもいいんですけど、えっと、 1立方センチ持ってきたら、大体アボカドロスぐらいありますね。で、あの10の23乗とか4乗とか、それぐらい。なので、えっと、陽子1個っていうのは、あのめちゃくちゃあの、身の回りの物質からするとめちゃくちゃちっちゃいです。23桁、4桁ぐらいちっちゃい。なんですけど、あの宇宙全体、銀河全体とか宇宙全体で平均すると、あのあんこの、 えっと、暗黒物質の方が、通常の物質より、あの、大きなエネルギーを持っている。そういうことになっています。で、あとは暗黒物質っていうのは重力を及ぼす。まあ、もちろん、あの、えっと、現在のところ暗黒物質の証拠っていうのは全部重力に関係したものです。でそれから、冷たい。これ、まあ、テクニカルタームなんですけども、えっと、あの、コールドダークマターと呼ばれたりして、 えっと、まあ、速度が十分ちっちゃい。まあ、ちっちゃいって言っても、あの、高速、高速の千分の1ぐらいはあるんですけども。えっと、まあ、あの、テクニカルタームで、これ、あの、冷たいという言い方をします。で、で、これ、ひどいのはですね、質量がこのぐらいの範囲で、まあ、ほぼ全く決まってないと。これ、ま、70桁ぐらいあります、ね、えっと、 70桁って言えばすごくて、まあ、えっ、ー、と、七十何か、何かこの物理量について、あのど、どのぐらいの、どのぐらいの量か、あの、大体オーダー評価しなさいって言って、あの、70桁間違えることってなかなかないと思うんですけど、でもこの暗黒物質の質量っていうのは、 あのこれぐらいいい全く決まってないとというここですでこれはあの要は質量密度は分かってるんだけどその1個1個のダークマター粒子の素粒子としての1個1個のダークマター粒子の質量は分からないということなんですね。だから質量がめちゃくちゃ軽くて数がめちゃくちゃいっぱいあるのか質量がめちゃくちゃ重たくて数はめちゃくちゃ少ないのかがよく分かんないっていうことなんです。 決まってるのは質量×数っていうその質量密度だけが決まっているというわけです。なので、本当にこれ、雲をつかむような話っていう、そういうことなんです。暗黒物質をあの検出するというのは、なんていうか、これぐらいよく分かってないものを、えっと、 決めるという、そういう、あの、まあ、雲を掴むような話 <laughs> ということになってます。あの、すいません。あの、はい、ダークマターマスの上限と下限って何で決まってるんですかああ、えっと、えっとですね。まあ、まあ、あまりこの厳密な数字にはそんなにこだわらないとほしいんですけど、下限は、あの、ダークマターのコンプトン波長が あの銀河スケールととかそれぐらいいなっちゃうっていうところか来ていますかこれより軽いとあ,あまりにもコンプトン波長が長すぎて銀河とかそういう構造が、うん、と矛盾するという。で、まあ、上限はちょっとあ実はちょっと怪しいんですけどもあのあの具体的に具体的なダークマターのモデルとして例えばあの原子ブラックホールっていうのがありまして。うん で原子ブラックホールの場合、まあ、だから素粒子じゃないんですけど、うん、原子ブラックホールの場合はこれぐらいの質量までいけるということですね。うん、でなので、まあえっと、上限がどれぐらいかというのは本当はちょっとよくわからないですあの。原子ブラックホールだとこれぐらいでもいいというぐらいの意味で、これより重たいダークマターの候補がないかと言われると、原理上ありえないかと言われると、ちょっとわからないですわ、うんはい、かりました。ありがとうございます で、えっと、で、暗黒物質の研究っていうのは、ええー、で、その、どうやって暗黒物質を特定していくかというところなんですけども、まあ、研究手法としてはいろいろありまして、えっと、まあ、あの、理論的なモチベーション、まあ、こういった理論的なモチベーションから暗黒物質の模型をあの探っていく。それ、で、じゃあ、初期宇宙で実際、その、現在の 現在観測されているその暗黒物質の量とあのコンシステントになるように初期宇宙での生成過程を考える。これはまた宇宙論と関係した研究ですね。まあ、こういった研究もありますし、で、あの実験観測との関係、どうやって暗黒物質の模型を特定していくかっていう、そういった研究、こういったものがあります。まあもちろんこれ、その、どれも何というか、あの 独立なものでは必ずしもなくて、まあ、まあ全部一色たに考えないといけないそういう場合もあるというまあなんか有機的にあの関連したものです。でまあ今日のところはあんまりこの初期宇宙でどうやって作るとか理論的動機とかっていうのはあんまりあの詳しくはちょっと、まあ、時間の都合上触れません。 実験観測との関係について主にあのご紹介していこうと思います。で、暗黒物質の模型っていうのは、えー、あのめちゃくちゃあります。これ、数え方にもよるんですけども、た、えーまあ、多分100以上あって、もしかしたら1000ぐらいあるかもしれないです。あのちょっと、あまあ、どうやって数えたらいいのかよく分からないですけども。<laughs> なんかここ、なんかここに書いたのはそれぞれ一個一個がダークマダーの模型なんですけども、まあ、ここにあげ書いたやつ以外にもたくさんある。で、その中でも特に代表的なやつっていうのが、えっと、ここにあげ、あげた3つがありまして、まあ、これちょっとあの、人によって、なんていうか、あの、好みというか、えっと、どういった暗黒物質に興味があるかっていうのは、あの、 人によると思うので、えっとまあ、まあこれは単にあの僕の個人的なあの興味と思ってもらってもいいんですけども、まあ、1個は WIMP、ウィークルインタラクティングマッシブパーティクルと呼ばれるもので、でこれは典型的には質量が 1, 1テブあの1000、1000ジェブですね、まあ、10の12乗エレクトロンボルト程度で,で、弱い相互作用程度の相互作用の大きさを持つもの。 まあ超対称性粒子などが代表例ですで。これはさっき最初に説明した階層性問題と関係し,してるかもしれなくてあの、そういう意味で、えっと、あで、あとはこの WIMP っていうものは、比較的自然に、その、えっと、暗黒物質の,あの存在量を説明できるというので、あの非常に広く研究されているものです。 でそれからアクシオンと呼ばれるもの。えっと、これはスカラー粒子なんですけども、えっと、えっと、典型的には、えっと、質量1、あえっと、マイクロエレクトロンボルトと、あるいはミリエレクトロンボルトぐらい。なので、この WIMP に比べるとはるかにあの軽いものです。総合性はすごく弱い。で、これは標準模型の強い CP 問題を解決する。ということで、あの、理論的にあのよく、 えっと、モチベートされたものであるということです。で、それから、えっ、ー、と、アクションライクパーティクルもしくはダークフォトンと呼ばれるもの。えっ、ー、と、まあ、ちょっとこのアクションと、この強い CP 問題を解決するようなアクションと区別して、アクションライクパーティクルということがありまして、で、これは、典型的には、質量は1エレクトロンボルトよりずっと軽いもので、えっ、ー、と、 まあ、一番軽いところで10のマイナス20乗エレクトロンボルトとか、まあ、そのあたりまで行くんですがで、まあ、相互性はすごく弱いものであるとで、まあ、モチベーションとしては原理論とかそういったものを考えるとえっとこういった軽い、えっと、アクションライクパーティクルとかダークフォトンといったものが、えっと、出てくるだろうということがあ,の、まあ、ある種の原理論の中で予言されてたりします で、まああのまあ、一応、あの山ほど暗黒物質の模型がある中で、あの今日はあのちょっとこの辺の,あのものをターゲットに、えー、とお話ししていこうと思います。あすみません。えっと、ここで相互作用っていうのは、はいえっと、ゲージ相互作用のことですかあ、ゲージ相互。重力のことではなく。あ、ゲージ相互 作用でではないですね基本的にはこの、ここに書いたものっていうのは。ああた,ただし重力のことではないじゅあ重力以外、はい、その通りです。えっと、ああ、はいはい。わかりました。あすみません、あんまりちゃんと説明してなかったですけども、はい、暗黒物質は、えっと、重力はもちろんあの、重力相互作用を持つということは大前提で、それ以外の相互作用を通して、その暗黒物質の検出をしたい。 あはい、ということで、はいあ、この相互作用というのはまあ重力以外の相互作用という,いう意味です。あなで一応、原理的にはあのゲージ相互作用とかも含むんですけども、このアクションとかアクションライクパーティクルの場合は、あのあの基本的にゲージ,、えっと、ゲージシングル、あのゲージ相互作用は持たないようなものになっていますあ<ー>、まあ。ダークホトンの場合はゲージ相互作用だと思ってもいいです。<laughs> まあその辺は、あのケースバイケースというか、モデルにあ。ああ、重力以外だけのゲージとも限らない。あ、そうです。はいま。まだよく分かっていない相互作用かもしれない。まあ、よく分かはい、そうですね。あの、まあ、えっと、まあ具体的には、ラグランジアンを書くことはできるんですけども、特に、あ,あの、あ特に、あの、なんか、ゲージ相互作用とか、そういう、あ,あのなんか、そういう,なんかう,いうなんか名前がついた相互作用とは限らないというあ。あわ <laughs>、まあ、かりました。はい。そういう、そういう、それぐらいの感じです ありがとうございます。で、はい、ちょっとまあ今、まさに今、話したことなんですけども、まあ、これ縦軸に16以外の相互作用の強さを書いて、で横軸に質量を書いたときに、さっき言ったように、これは70桁ぐらいあのあると。あ、で、これまあ本当にまあ適当な図なので、その、まあ本当にイメージを書いたものです。で、えっと、要は、 えっと、こ,のこのめちゃくちゃ広いパラメータスペースのどこかにおそらく、えっと、真実の点があるだろうということでこの広大なパラメータスペースをあの実験観測で探っていくわけ,わけなんですけどもで相互作用がもちろん強すぎる,あの強すぎるとあの簡単に実験や観測で排除できます。 で,で、一方、もちろん、相互作用が弱いと、なかなか見つからないということで、まあ、なんとなく、その気分としては、この、えっと、このパラメータ領域のなんか上の方の領域っていうのが、実験観測で排除されている。まあ、すでに排除されている。そういう領域があると。で、これからどんどん実験をインプルーブしていったり、新たな実験のアイデアを考えることで、あの、このパラメータ領域をどんどんこう、この排除領域をどんどんこう、なんていうか、 を下に、下に、を、持っていくと。いう、あ、いう、あ、すみません。そういうことをやりたいわけです。で、まあ、やがて、やがてこの排除領域をど、どんどん、こう、広げていったときに、どっかで真実の一点に、あの、ぶつかるだろうという、そういう期待をしているとい。そういうイメージです。で、この子、で、これ <laughs>、 これ、横軸70桁とかあるので、これもちろん、あの、なんか1個の実験で、このパラメータ領域を全部カバーするっていうのは不可能なので、まあ、この辺の領域だったらこういう実験をやればいいんじゃないか。で、この辺の領域だったらこういう実験をやればいいんじゃないかっていうような、なんかそういういろんなあの実験観測のアイディアが必要になっています。そういう、まあ、いろんなアイディアを駆使して、このパラメータ領域を探っていくと。 いいうことをやりたいわけですちょ,ちょっといいですかすみません。はい。あのい、いろんなダークマターの候補のところで、キューボールってあったんですけど、はい、キューボールっていうのはダークマターの候補になる,なるんですかその崩壊しちゃいそうな気がするけどああ。一応、はい。あの、キュ,キューボールあ、一応、はい、現状は、はい、あ大丈夫です。あの、えっと、キューボール、まあちょっと専門的な話になるんですけど、はい、キューボール えっと、キューボールの、なんていうか、えー、キューボールをの質量をチャージで割ったときの、あのチャージあたりの、はい、あチャージって何バリオンチャージですね。あのバリオンチャージで割ったときの、単位バリオンあたりのエネルギーが、あのプロトンのマス、HGV とかより低ければあの、キューボール安定になって、安定ですねその場合は一応ダークマター候補 はははそしてあのい生きてますね。なる,なるほど、なるほど。えっと、はい、あのスーパーカミオカンデとかから一応なんか制限はついてたと思うんですけども、一応、えっと、大丈夫なパラメータ領域がまだあ、うん、うん、まだあったような気がします。あ、そうですか。はい、あと、プライモーディアルブラックホールっていうのは、その食器の宇宙でできたやつですよね。今もその辺にいっぱいあるってことなんでしたっけすいません、その。あそ、そうです。えっと、はい。なるほど、なるほど。 初期宇宙にできて、それが現在まで生き残ってる。うん、で、はい、その現在まで生き残るかどうかっていうのが、そのブラックホールの質量で決まってて、ホーキング放射で、どんどん質量を失っていくので、質量によっては、うん、あの寿命が現在の宇宙より短い、あ宇宙年齢より短いということになる,、うん、なるんですけども、質量によっては、えっと、現在の宇宙より長生きで、 その銀河中心の超巨大なブラックホールのおもとにな,なったやつもあると聞いても、ねそ,はい、そういう話もありますね、そ,そ,、まあその場合はあのダークマターとはまた別なんですけどもそういうなんか銀河中心の超巨大ブラックホールの起源としてこのプライモジェル、ブラックホールが考えられることもありますなるほどありがとうございます。はい <laughs> はい。それで、えっと、で、アク,さっき出てきたアクションっていうのはだいたいこのあたり。で、WIMP っていうのはこのあたりですね。このあたりって言っても縦軸何も変えてないから、すごい適当な絵なんですけど、まあ、気分,気分的にはこんなものです。はい。そしたらちょちょっと、ちょっと、結構時間が経っちゃってますが、えっと、<laughs> えっと、ちょっとイントロダクション。 暗黒物質の検証方法について、えっと、なんていうか、あのえっと、基本的なあの昔からよくやられているアイデアを簡単に紹介していきます。でまず直接検出というものが,が何かというと、えっと、これはこれ地球がここにあって、でこの地球に向 何かってこの暗黒物質の、まあ、なんかある種、えーとまあ、風が吹いているような状況ですね。これはまあ地球がまあ太陽の周りを公転していて、まあ、太陽は銀河中心の周りを公転している。なので、あのえー、と地球から見るとなんかダークマターのこうなんか風が吹いているように見えるで。これどれぐらいのフラックスがあるかっていうと、こんなものです。でまあ、これ暗黒物質の質量によるんですけども。でまあ 典型的な WIMP の場合は10の3乗十分ぐらいで、そうすると、まあ、これぐらいの量があるでまあこれもちろん、あのこれもなんか、まあ、風って言いましたが、普通の,その,普通の空気の風に比べるとあのものすごく小さい数字なんですけども、まあ、でもこのフラックスをなんとかして捉えようという試みがありまして、どうやるかというと、暗黒物質。 暗黒物質があのたまに検出器の中の原子核とこういうふうにカツンと散乱してで、この散乱された原子核の反調エネルギーをあの見ようという、そういう試みです。でここに書いたのは典型的な反調エネルギーで、た、ま、い、あ、こんなものになる。でここから分かることは、この暗黒物質とこの原子核の間の相互作用の大きさがどれぐらいかという。 産卵断面積。これの情報が得られるわけです。で、今のところ、その、こういった現象が見つかってないので、産卵断面積に対して、あの上限が得られるということですね。産卵断面積があ,のあまりにでかすぎると、そのまあ、実験と矛盾する。ので、産卵断面積はある値以下ですよという、そういう情報が得られ,得られる。 つまり、相互作用の大きさがこれぐらい以下ですよという、そういった情報が得られるわけです。銀河に対してダ、ダークマターっていうのは、何ですかあの、ほぼ静止していると思,思ってるんでしたっけえ、多分、おそらくそうだと思ってます。<laughs> すみません。なんか、昔、設けたことがあって。<laughs> はい。大体、こう、何ですか球状に分布して。はい で銀河っていうのはじゃあなんで平べったいのかって言われてああその相互作用してこうエネルギーを核運動量を失っていくから平べったくなっていくのかなと逆に、はい、ダークマターはそ,うそれがないから球場で,で全体としては核運動量がゼロになってるべきだからなんか逆向きにこうちょっとだけ回転してるのかなって思ったんですけどえど,どう教えてくださいえっすいません僕あんまりそこは僕も えっと詳しくないんですけども、はい、えっと基本的にはダー,ク、えっと、ダークマターの分布自体は球状だと思いますね。ダークマターハローというものがあって、はいはい、えそれは基本的に球状だと思われてると思います。一緒に金河とは一緒に回転してないんですか回転はおそらくしてないというのが、あのなんていうか、標準的な理解だと思うんですけどそうですよね。なんかどこかから運動量が初めにないといけないですもんね。 じゃあ、なんで銀河を回転して,るしてるんですかね <laughs> はい、まあ、そこは、はい、おっしゃったように、あの、えっと、あの、そうですね、一定方向に回転してるのはどういう理屈なんですかねちょっと僕も <laughs>、<laughs> 言われると。平 <laughs> べったくなってくるんだろうなと思うけど、はい、じゃあ、初めの初期条件で。はい でも、なんでそんな全体にこう初期条件があるのかなって、まあ、考え出すとよく分からなくて、n v d ンとかの人に聞いてもよ,、まあ、よく分からなかったんで。もちろん、はい、初期条件が重要だとは思うんですが、<や>まあ、そのフラクチュエーションが成長してきた時のあ、はいまの、はい、たまたまどっち方向に書いて、どっち方向に角度を持ってたかとか、そういうことで決まるんですかね。ちょっとすみません、そこは。はい いやあのなんかあの宇宙論の人がすごいシミュレーションやっててなんかやっぱりダークマターもなんかああいうふうになんか銀,銀河みたいに渦巻きみたいな構造を作るんだけど銀河よりもはるかに大きなスケールでなんかそういうのを作ってるっていうのは見たことあります。あそうなんですか。ええで,でなんかその違いっていうのはなんかそのやっぱりその相互作用が 違うから、その、イ通が効いてくるか、効いてこないかで、うん、なんか、普通の物質はちっちゃく、ぎゅっと固まる傾向にあるとは聞いたことがあるんですけど。なるほど。同じ方向に回転してるんですかね。<あ>いや、ちょっとそれは、だから、どうなんでしょうね。ま、同じ方向だと、なんか今の話も、その、止ま、止まってるような感じはするけど、あの。うん、いや、なんか、あの、回転してても、あの、スケールがちょっと大きさが、 なるほどが違うので、あの、今のスケールだとほぼ正神ということだと思うんですけど。なるほど,るほどあ、あ、どうもありがとうございました。どうも失礼しました <laughs>、はい。はい、あい,い、いいですかね。はい。 はい。それで、えっと、この直接検出の実験っていうのは、まあ、これ世界中で昔からたくさんやられてまして、まあ、今の、なんか、あの、最大級の実験っていうのは、このゼノン実,実験っていうのと、この LZ 実験っていうのがありまして、まあ、だいたいこれ大きさ、ここに、あの、なんか、部屋の絵とかがあるので、だいたい、なんとなく想像がつくと思うんですが、相当でかいです。でこれは、 はこのこの標的の原子核としては、この液体キセノンというものを使う。でまあ、この時にダークマターがこのキセノンにぶつかって、なんかあのシグナルを出すというのを見つけるということですね。で、これまあ、このキセノンの体積がまあ基本的にはあのデカキラででかいほど、こういった反応が起こるあの、起こるレートが高くなるので。 でまあ、あの昔からやられてることとしては、こういった、この、えっと、えっと、標的の体積をどんどんでかくしていって、で、そ,それで、あの、断面積の制限をどんどん厳しくしていこうという。で、多分、こんなに桁が、桁がかい改善してきた実験って、多分、あんまり僕は知らなくて。 えっと、あの僕が大学院生だった頃は、このあ、これ、えっと、縦軸が、えっと、ダークマターとあの原子核の相互性、産卵、えっと、断面積なんですけども、確か僕が学生の頃は10のマイナス43とかそれぐらいだった気がするので、えっとまあ、4桁、5桁ぐらいインプルーブしてる。 で今現在は、えっと、この黒い線、これより上の領域っていうのが実験的に排除されたという、そういうことになっています。で、これによって、まあ、あの実は WIMP ダークマターの向けっていうのは結構すでにあの一部の,あのパラメータ領域があの削られています。 模型によってはすでに完全に死んでいるような、そういう模型もあります。まあ、ウィンプ暗黒物質にも、まあ、いろいろあるので、まあ、もちろんまだ,きあのまだ生きている模型もたくさんあって、では、ここに書いたのは、これまあ、超対称模型のうちの代表的なウィーの暗黒物質と呼ばれるものの、えー、産乱断面積ですね。あ、これがあの理,論理論予言です。この青い。 青い線が理論予言で、こっちの図に直すと、この辺にきますね。えっと、なので、まああの、もうちょっとこれが1桁、2桁ぐらいインプルーブすると,、えっと、この理論予言の領域まで来るということです。まあ、そんな状況になっています。この左の方が上がっているのは、左上に上がっているのは、ででしたっけあこれは、えっと、暗黒物質が軽くなると、えっと、この、えっと、 このえっと、反調エネルギーがちっちゃくなって、えっと、あ、これ、<laughs> えっと、これ、ここのニョロイコールがやるときに、この暗黒物質の方が重たいっていうことかでしてるんですけど、はい、これ、不等号がひっくり返ると、あの、えっと、暗黒物質が軽いほど、反調エネルギーがちっちゃくなって、ああそ,うね、そうすると、この、実験的に、この、こういった信号を見るためには、あるなんかスレッショルドを、こう、仮定するんですけども、なるほど、なるほど。あの、反調エネルギーがこれ以下、 このエネルギー以上だったらこの電離とかシンチュレーションが見えますっていうそういうスレッショルドがあるんですけどそれより反調エネルギーが低くなっちゃうとあの見,え見えなくなっちゃうんですね。なるほどなるほど。でまあ実際にはその,この暗黒物質の速度分布があるので、えっと、軽い暗黒物質が軽くても、えっとえっと、マクスウェル分布の,あのテールの方ではまだわずかに あのスレッショルドを超えるようなエネルギーを持ったやつもいて、まあ、その辺のなんか、テイルの部分がこの辺で見えてるという、そういう感じです。あははだからあの、マクスウェル分布のテイル、テールの部分だけが反応する領域、なんかそういう感じになっています、うん。そうかそうか。今、ゼノンですもんね、ちょうど。はい。うん、ああ、なるほど。ありがとうございます。そうですね、多分、だからゼノンの質量がこの辺りになってるんだますあなるほど ありがとうございます。で、次に、あの、これと全く違ったアイディアで、これ、関節検出というものがあり,ありまして、これは、えっと、暗黒物質同士っていうのが、えっと、たまに追消滅をして、なんかまあ、いろんな高エネルギー粒子を出すと、まあ、ガンマ線ニュートリノ陽電子、そういったものを出すことがある。で、えっと、 これももちろんあのモデル、暗黒物質の,あのモデルによるんですけども、えっと、こういった、えっと、高エネルギー宇宙船を、えー、実験であのみあの見ようというわけです。で、これは、えっと、さっきはあのダークマターと、えっと、原子核の散乱断面積に対して情報が得られるんですが、この間接検出の場合は水晶滅断面積。 暗黒物質同士の,水滅の面積に制限が得られるそういうい感じですで、まあ、こういったあのたくさんあの高エネルギー宇宙船を見ようという実験がいっぱいたくさんありまして、まあ、こういった、まあ、ここに挙げた以外にもたくさんありますが、まあ、こういった観測データを使って、えっと、暗黒物質に対して制限を与えようというわけです。 まあ、アイスキューブスーパーカミュカンで、これはニュートリノですね。でフェルミ、ヘス、これはガンマ線です。で、これは AMS02 っていうのは、えっと、陽電子とか汎用子をあの基本。で、まあちょっとこあの、なんかまあえっと、適当に、あの、モデルを仮定して、えっと、 で、だん、追滅断面積も、まあ、いいや、漢字の値を仮定すると、あの、こういうフラックスが見えますよというような図を書いたものです。これは、あの、理論計算ですね。これが、これがガンマ線で、これが陽電子で、で、これがニュートリのフラックスです。まあ、ちょっとあんまり詳細を説明している時間はないんですけども、まあ、これは、あの、もちろん、あの、断面積を変えると、 えっと、このオーバーオールのフラックスの大きさっていうのは、それに応じて変わります。これはなんか、まあくまで適当な値を仮定したときにこうなるという、そういったものです。で、あのー、で、もちろん、この断面積がでかすぎるとこう、こういった観測データを超えちゃうので、あの、そういったものは、あの、そういったパラメータ領域を排除されるという、そういうことです。 で、で、これも、えっと、それなりに、あの、強い制限を、あの、ウィンプ暗黒物質に対して与えてます。で、今、まあ、一部の暗黒物質は、やっぱり、あの、この間接検出が最も強い制限を与え、えー、与えてます。え、すみません。この図はどうやって見るんでしたっけごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと。あ、すみません。えっと、ね、例えば、あ、例えば、このガンマ線の図は、 はい、これ暗黒物質によってあの暗黒物質の追消滅によって作られたガーマ線のフラックスがこ,う、うん、この、まあ、黒い線になりますよという、うん、そういう図です、うん、これいろいろまあ銀河成分とか銀河外成分とかいろいろあって全部足すとこの黒い線になるんですけどもはい、はい、で一方でこれフェルミ衛星の観測データがここにあって、うん、あなのでまあこのパラメータだと まあこのフェルミの観測データとは矛盾しない。そういうことになった、うんです。もちろんあの、えっと、暗黒物質以外の標準的な天体の寄与があるので、はい、このフェルミのデータっていうのはまあ基本的にはそれとコンシステントになってて、でこの暗黒物質の寄与っていうのはまあこ,れをこれより十分あのちっちゃくないといけない。うんうん、そういうことです。同じようにこれはニュートリノで で、まあ、これ、陽電子のデータなんですけど、実はこれ、このパメラっていう観測データ、はい、これがなんか、なんか暗黒物質の証拠なんじゃないかっていう話が、十何年前にありまして。論文書いたことあります <laughs> <laughs> そ。そうです。すごい流行りますね。十、十五、はい、六年前ですかね。はい。で、まあ、このパラメータっていうのは、実は、ちょうどパ,パメラと合うような、 そういう暗黒物質のモデルを選んでるんですけども。はいはい、あなるほど。はい、まだ死んでないわけですね、もしかしたら。そうですね、まあえっと、一応、はい、なんか、パルサーとかそういった天体物理の寄与で、まあ、説明は可能だということには多分なってると思うんですけども、うん、ただ、確定したわけではないと思いますなので、この暗黒物質の解釈が完全になくなったわけでは、おそらくないと思います。はい はい、ででこれはもうちょっと,、えっと、ちょっと別なあの観点からの制限なんですけども暗黒物質の追消滅っていうのはその現在の宇宙だけじゃなくてもちろん初期宇宙でも起こってて例えば、えっと、宇宙の、えっと、再結合の時期、えっとまあ、リコンビネーションと呼ばれている、まあ、宇宙の晴れ上がりですね。 えっと、それぐらいの時期に暗黒物質が追消滅していると,、えっと、その再結合の、あ電子用紙の再結合の歴史を、えっと、変えちゃいまして、要はこれ初期宇宙で電子と用紙が結合してあの宇宙が中性になるあの水素になるんですけども、えっと、その一旦結合した水素をあのもう一回電離しちゃうっていう。 あのそういう効果があります。えっと、暗黒物質の追消滅によって、高エネルギー光子、電子が出ると、水素を、えっと、せっかく結合した水素をもう一回電離しちゃうという効果があって、で、そういったことがあると、宇宙背景放射の観測に大きな影響を与えます。なので、この宇宙背景放射の観測データから、追消滅断面積に対して、こういったアッパーバウンドが、あの、 つけられるという、そういうお話もあったりします。まあ、なんかこういう、なんかまあいろんな観測データから、あのこういう暗黒物質の相互性の大きさに対して制限をつけているという、そういうことです。でちょっとここはちょっとじ、結構時間が経っちゃったので、あのちょっと省略させていただきます。 はいでえっと、アクシオンで、ここまではウィンプ、ダークマターの話だったんですけども、えっと、アクシオンとかダークフォトンと呼ばれるような軽い暗黒物質の場合は、まだ全然ちょっと話が違ってきまして、これ質量が軽いと、先ほど言ったように、あのえっと、質量密度があの観測で分かっ,分かっているので、質量が軽いということは数が多いということです。 数が多くなると、なんか、あの、なんでしょうね、えっと、えっと、ま、コンプトン波長、あるいはドブロイ波長が長くなっていて、えっと、このなんか、なんか一個一個の粒子が、こう、運動してるっていうピクチャーよりは、全体が一緒になって波のように振る舞ってる。なんかクラシカルウェーブのように振る舞うっていう。あの、そういったピクチャーで記述する方が、あの、よく、 良いようになってきますでアクションとかダークフォトンというのは、これもアクションのバイアスカラーバで、ダークフォトンの場合はベクトル版なんですけども、だいたいこういった感じのプラシカルな、えっと、古典的な場があると思って、こういった場の中でのなんか特徴的な反応を探すという,う、そういうような試みが行われています。 だ大体いつもそう、まあ、そうなるんですかそのコヒーレントっぽくなっちゃう、な、なるんですかねどんな時も。はい、これはもう多分どう、はい、こうな、こうなっちゃうと思います。<laughs> あ、そうですか。あの、あの質量密度を固定して、あの質量を軽くしていくと。うん、コヒーレントみたいな。はいんねうん、要は全部、これとこれが全部こう一色で重なっちゃうみたいな感じのイメージ、うん、なので。 なんかこういうふうになっちゃうんだと思います。そうなんですね、はい。で、なんかこれは、その、はい、まあ特にダックフォトンの場合なんかは、まあなんか、まあクラシカルな弱い電波が、振動電波があるようなイメージを持っていただければいいと思います。でも、まあ、アクションの場合はスカラーバなん,なんですけども、そういった古典的な振動場が、 あの、弱い振動場が、この辺にあると。で、まあ、この、我々の身の回りの空間にもこういった振動場がある。で、それを何とかして探そうとう。で、これ、アクションハロースコープと呼ばれるもの、あ呼ばれるアイデアは非常にシンプルで、なんか、あの、キャビティ、まあ、空洞ですね。 これ金属出てきた。こういう円柱状の空洞を用意して。で、磁場をかけておくこの磁場は手で外からかけます。で、ここにさっき。の、この後、アクションダークマターがあのもし存在しているとすると、これなんか、あのここにこのキャビティ全体にこの振動板。が存在しているそういうイメージですね。 で、これ、アクションとフォトンの相互作用が、こういう、えっと、こうで、こういうラグランジアンで記述されるんですけども、で、そうすると、えっと、これ、磁場、えっと、磁場と、えー、これがアクションですね。アクションダークマターが存在すると、これが電場に対する、なんか、ソースのようにして働くと。いう、そういう構造に、構造になっています。 要はこれ、アクションが電波になんか転換する、そういうような、えー、プロセスになっています。で、えっ、ー、と、でまあ、そうやって作られた弱い電波をあの検出しようという、そういったアイディアがアクションハロースコープと呼ばれるものになってまして、まあ、これ ADMX という実験ですと、 あまあ、こういったものですねあので。これぐらいの制限がついていると。横軸がアクションの質量で、ここはマイクロエレクトロンボルトぐらいですね。でこれがアクションとフォトンの結合定数です。でまあ、この辺の領域がすでに削られていると。でまあ、他にも ADMX と似たような実験がありまして、この辺のパラメータ領域を削っている。 でこの黄色いところが、これがいわゆる QCD アクションと呼ばれる、えっと、ストロングし、強い CP 問題を解決するときの,あの,あの理論的予言になります。なのであの、この黄色い線、この実験の感度を改善していって、この黄色いバンドまで到達するっていうのが、まあ、一つの目標になり,なります。 今すでにで、うん、一部分けづらいてるという。あすみません。えっとあはい、はい。あえ、いいですかね。あのえっとこれは、えっと、先ほどのああのダークマターの風を見て制限をつけたということですか、うん、あ、そうです。そうですわ、はい、かりました。はい。ありがとうございます。はい。ここにはアクションというのは、これダークマターのまあ風とまあなんていうか同じものです。はい。はい。はい、はい、あいす。すみません。 えっと、ちょっとグラフの、下のグラフの見方が分からないんですが、これはどういうものでしょうか。下は、これ、これ、そうですね、これですかね。そうですね。これ何でしょうね。これ、僕は、あそれはあえっ、ー、と、すいません。これ、これ分かんないです <laughs> あ。いや、その領域を排除したものなのか、<laughs> その領域にあると言ってるのかがちょっと分かんない。 その領域にしかないって言ってるのだったお互い矛盾してるような気がするんですけど。えっと、えっと、すみません、これと上の図しか気にしてなかったんですけど。あ、そうですか。<laughs> あ、でもこれ多分、この、あ、これおそらく、えっと、これ。実,実験の,その<あ>いつ、いつから、どこまでやったとかいう話じゃないですかね。どこの領域での実験、えっと、これはおそらくそうではなくて、ですかえっと、これ理論の予言ですね。あの あ、そうなんですか。アクションが、えっと、アクションがコズミックストリングから作られるっていうシナリオがあって、はいはい。で、その時は、えっと、ダークマターのアバンダンスとコンシステントにするには、アクションの質量があほぼ決まっちゃうんですね。で、<ー>そんな、で、アクションのストリングからどれぐらい、えっと、ダークマ、暗黒物質があできますかっていう、 ちょっと予言にばらつきがあって、あはいはい、で、その、で、いろんな人がシミュレーションをやったりしてちょ、ちょっとずつ違う値を出したりしてて、多分それの書いたものだと思いますね、おそらくこの。ちょっとこの、<laughs> えっと、この名前を見ると、なんかそういう文脈での論文があったと思うので、おそらくそうだと,いうないと。なるほど。じないかと。ありがとうございます。 ADMX 以外にも、たくさん、えっと、こういった暗黒物質アクション暗黒物質を検出しようという実験がありまして、ちょっとまあ、この辺は、と詳細は説明する時間がないので、ちょっと飛ばしていただきますで。ちょっとすいません、なんかすでにもう1時間ぐらい経っち,ちゃってるんで、ちょっと、<laughs> あの、ちょっと、すいません、えっと、 あ,あまり気にしなくていいですよ。あの、やってください。<laughs> えっと、はい。まあちょっと、まあただまあちょっと、第3章もそれなりの量があるので、はい。ちょっとあの、はい。ここ今からこの第3章に <laughs>、ちょっとやらせていただきます。あもし、後であの何かありましたら、聞いていただければと。で、えっと、 最近、このなんか物性物理を使ったあの暗黒物質検出のアイデアというのがよく提案されてまして、で,でそ、それのアイデアを大雑把に言うと、あのい今から言うような。で、これさっきウィンプ暗黒物質の検出っていうのをやったんですけども、で、でこの原子核との散ンを見ると言いました。で、その時のイメージは、 粒子がやってきて原子核をカツンとなんか素粒子的な反応でなんか弾き飛ばすそういうようなイメージでしたで、まあ、これ原子核じゃなくてこ電子この物質中のあすいませんの電子だとしても、まあ、同じようなことでカツンと電子を弾き飛ばすそういうような反応こういった反応を見てるということでしたでところが暗黒物質学軽くなると えっとこ,こういうなんかカツンと弾き飛ばすことができなくなってくる。あもしくはこの反調エネルギーがすごいちっちゃくなってくる。ところが、えっとじゃあ軽い場合は、この物質中の、あの、えっと、なん,かなんていうか、あの物質中のモードと何も反応しないのかっていうと、あの、 実はそういうこともなくて、まあ、この例えば個体を考えると、準粒子と呼ばれているようないろんなあの霊気モードが実は存在してまして、えっとえっとこまあ、例えばあのフォノンと呼ばれるような、えっと、原子核の集団運動ですね、そういったものとか、いろいろあると。 でそういったものの冷気エネルギーというのは実はこの原子核を弾き飛ばすのに必要ないエネルギーよりもあのずっと低いのでなんかあの暗黒物質が軽い今まで考えられていたものよりもずっと軽い場合でもなんか固体中の冷気モードとあの実は反応が起きますよでそういったものが検出される可能性は ありますよということがあの最近よく議論されてます。で、こういったあの、なんか素粒子じゃないんだけど、なんかあの、えっと、この物質中に存在する、なんか、あの集団励起モード。で、これもなんか、まあ、あの、えっと、場の量子論的に生成消滅演算子で、えっと、その、えっと、えっと、 記述することができまして、準粒子っていうふうに言ったりします。要は、なんか、個体中には個体、その個体に応じて、個体の中に存在する、なんか素粒子のようなモードがありますよという、そういうことなんですね。で、それっていうのが、えっと、なんか特徴的な分散関係を持ってるので、あの、なんか、 今まであんまり考えられてなかったようなこの暗黒物質と準粒子との反応プロセスを使えばなんか新たなパラメータ領域を探れるんじゃないかというそういったアイディアになっていますで。ここに書いたのは個体中の準粒子の分散関係ですでで。これは例えば個体中の電子ですね。あのこれ 個体中の電子っていうのは、えっと、ま、あの、個体物理、いやあ,のえあの、もしあの個体物理の授業とかあの勉強すると、ブロッホ状態っていうのが出てくると思うんですけども、個体中の電子っていうのは、あの実は個体中に全体になんか、わーっと、なんか広がったあの状態になってて、あのブロッホ状態というふうに言ったりします。 で、その電子の固体中のそういったブロッフォー状態の分散関係を書いたのがこの図ですね。これちょっとあの、横軸が波数なんですけども、えっと、ちょっとあの、なんていうか、えっと、波数、波数空間が三次元、Kx、Ky、k z 三次元あって、それをまあちょっと、なんていうか、二次元上にプロジェクションしたものがこの横軸なんですけど、ちょっと、ちょっと、なのでちょっとややこしいんですけど、 ここのガンマってここがちょうどすべての波数がゼロのところですね。で、これが分散関係になります。縦軸がエネルギーで横軸がまあ大体,大体波数のようなで、これは、えっと、炎の、えー、個体中の炎の分散関係になります。で、ここ右上に書いたのはマグノンと呼ばれる。ちょっと後で説明しますが、これはまあ自生体に、 関してはこういった、えっと、マグノンと呼ばれるなんかスピンの集団励起モードみたいなものが存在すると。で、要は個体中、個体の種類によるんですけども、個体の中になんかこういうなんか粒子、まあ、素粒子じゃない,ないんですけど、準粒子と呼ばれる粒子のようなものが存在していると。 で、それらはこういった分散、こういったなんかすごい非常に豊かな分散関係を持っている。一方で、真空中の粒子の分散関係というのは、これ皆さん、あの場の量子論で勉強したように、これ、必ずこうなります。これ、これ、これだけです。<laughs> で、これに対して固体中の純粒子っていうのはなんか、こんななんかすごい複雑な構造を持っている。で、 でこういう分散関係を持つ粒子と、こういう分散関係を持つ粒子の反応というのは、なんかあの普通の素粒子、真空中の素粒子の反応とは、なんか結構あの違ったことが割と起きたりして、なんかあの、はい、いろんな、あの、ことをあの考えることができるあの、そういうことになってます。え すいませんで、えっと、まあ、一つの代表的なあのプロセスとしましては、えっと、個体中の電子が暗黒物質を吸収するっていうそういうプロセスです。えっと、これ、ここに書いたのがさっきの個体中の電子の分散関係です。まあ、これですね、これのようなものです。 で、これの中で、でこれ、ゲルマニウムなんですけども、まあ、これ、半導体です。で、ここにゼロって、ちょっとちっちゃいですけど、エネルギーのゼロっていうのが見えると思うんですけど、あのここより下の,あのエネルギー順位っていうのは全部埋、ま、まあ、全部あの電子によって埋まってて、で、ここより上のエネルギー順位、これはあのまだ電子が埋まってない状態。 そういで、ここにギャップがある。まあ、このギャップのおかげで半導体になってるんですけど。で、まあそ、まあ、典型的にそういったような状況を考えますと、ここの下側の軌道っていうのが、下側のエネルギー順位っていうのが電子で埋まってる。これ、家電子いというふうに言います。で、上側の軌道、上側のエネルギー順位が、まだ電子が埋まってない状態だとすると、例えば暗黒物質がこう、 やってきたときに、ここにいる電子がこの暗黒物質を吸収して、ここの上の順位に叩き上げられる。そういうプロセスが起きる。このときに,にちょうどこの、なんていうか、このエネルギーの差がちょうど暗黒物質の質量である必要があるわけです。まあエネルギー保存からそうなる必要があると。で、典型的に半導体が。ダークフォトンみたいな暗黒物質のときってことですか あそうですね。ラックフォトンが一番、はい、あシンプルでわかりやすいですね。アクションみたいなこと、アクションでもこんなことできるんでしたっけえっと、はい、アクションでも一応できますが、えっと、ちょっとなんていうか、えっと、効率が悪いと言いますか。ちょっとあの、はい、相互作用の、あの、難しそうな関係によって。ははははい はいまあ、一番わかりやすいのはダークフォトンだと思っていただけるといいと思います。これまあ,あの、なんか、なのであの普通にあの、普通に物質に光を当てて、光が吸収されるというのと、まあ、実は全く同じプロセスです、ね。そこの光の部分をダークマターにあの置き換えただけということです。 典型的な半導体の場合だと、ギャップ、ここのギャップのエネルギーっていうのはだいたい1エレクトロンボルト程度なので、なので、まあ、1エレクトロンボルトよりずっと軽いような国物質だと、こういうプロセスが起きないんですけど、まあ、それより重たければ、基本的にこういうプロセスによって、あの個体中の電子が冷気される。そういうことが起きるわけです。で、でまあ、半導体以外にもいろいろありまして、超電導体だとか、デラック、 物質。で、そういったものを使うと、もっと軽い、まあ、ミリエレクトロンボルトレベルまであのいけるだろうという、そういったあのアイデアもあります。すみません、ディラック物質って何でしたっけすみません。ああ、すみません、これでちょっと説明はないんですね。えっと、はい。えっと、これですね、えっと、ちょっとま、えっと、専門的な話なんですけども、えっと、これ物質によって、 では、ちょうど分散関係が、えっと、えっとですね、これちょっと見づらいな、えっと、えっと、今、あの分散関係のここ、ちょうどここのところを見ると、はい、えっと、なんですかね、これ上側が、上側と下側が両方ともなんかこう放物線っぽい形はい、はい、ちょっとここ拡大し、ちょっと小さい、ちょっとちっちゃいんですけど、 この部分拡大したと思って。はい、僕は放物線っぽくなってると思うんですけど、これ物質によっては、ここがなんていうか、このギャップがなくなって、ちょうどこう、なんていうかこう、うん、あの、バツ印のように交わるほうあの。そういう物質が一応。マスレスっぽい感じになって。あ、そうです、そうです。はい。そういう意味か。あ,ありまして、で、それっていうのが、あの、ちょうどなんていうか、 マスレスのディラック電子との分散関係と同じような感じなちょうどこのバツゼルスのところの,あの下半分が埋まっててちょそれがディラックの海みたいになっててそういった物質がありまして、まあ、2次元だとグラフェンとかが知られてるんですけど、うん、でそういった物質のことディラック物質っううなんかギャップがなかったら別になんだろう いくらでも上に行けちゃうそ、そんな気がするけど、そういうわけでもないんですかギャップがなかった。あ、そうですね。はい。なので、えっと、本当にギャップがゼロだったら。あ、そうか、ゼロじゃないってこと。ですね<あ>あのほとんどディラックっぽいけど。そうです。はい。あなるほど実際にはあのわずかにギャップがあって。うんうん、なるほど。それがこれぐらいだってことです。なるほどでも、あとは、はい、仮に、まあ本当にギャップが厳密にゼロだと。 そ、はい、うすると今度は、えっとえっと、熱揺らぎによってこうエキサイトされるという効果があ,あるので、その、えっと、ギャップがちっちゃすぎると今度はその熱揺らぎの方が効いちゃうというのもあって、そこのバランスになりますあ。ありがとうございます。はい、あすみません、はいあのい。井上と申しますけど、実験の方からちょっと一つ質問いいですか はい、あの事件からちょっとこあの気になってしまったんですけど、あのさっきの、えー、とダ,ーク暗黒ダークフォトンでしたっけ、うん、ダークフォトンで冷気するっていう時に、光が入っちゃいけ、区別つかないんですよね、光の冷気が入ってあ、はいそう,です、はい、そうすると、その光が入んないように、周りをこうしゃ光が入んないように遮断すると思うんですけど、はい、で暗黒がダークフォトンでしたっけ、はい、ダークフォトンを遮,遮断しちゃったらだめじゃないですか。 どういうふうにすればあ、えっとえっと、基本的には、えっと、えっと、ダークフォえっと、普通、なんか例えばあの金属で囲んで、はいえっと、光は遮断するけども、ダークフォトンっていうのは、光より、あの普通の光よりめちゃくちゃ互作用が弱いのであの、基本的にはダークフォトン自体は遮断されないと。 だけど、ハッキの冷気はできるんですかはい。それは、あ、じゃあ、電磁相互作用で冷気してるんじゃなくて、えーと、違うもので冷気してるから。そうですね。あの、電磁相互作用よりはるかに弱いあの相互作用によって、ここを冷気してる<ー>ということです。で、えっとたあの、相互作用がめちゃくちゃ弱いので、こういったプロセスが起きる確率はめ,めちゃくちゃ低いんですけども。なので、まあ、なんか、 あの実験としては、例えばもう、えっと、1年間とか、ずっと、あの、その、検出器をずっと、その、バックグラウンドが低い環境にずっと置いといて、で、1年間待って、なんか、えっと、例えば、こういったイベントが、あの、1イベント、あの、見つかりましたとか、見つかりませんでしたとか、かそういう、そういう <laughs>、あの、 あのなんかそういうレベルの話になってきます。<laughs> <laughs> あといますみ <laughs>、はい、ません、えっと、先ほど、えっと、熱が効、まあ、いてくる状態だとあれだという話でしたが、バックグラウンドが十分、えっと、入ってこなくて、その熱揺らぎみたいなのが効かない領域だと、もうあの他のノイズ源とか。 気にせずにできる実験なんですかえっと、他になんかノイズのソースみたいなのはな,、はい、な,ないと思ってえっと、実際にはあるみたいなんですけど <laughs> あ、そうなんですか,ですか <laughs> えっとえ、なんだったかなえっと、ま、ちょっとこ今のこの個体原子のこのアイディアに関して重要かわかんないんですけども、例えば、はい その周りの物質になんかちょっと放射性物ああなるほどはい物質がちょっと混じってると、そこから何か、あの、えっと、ガンマ線やら、あははまベータ線、アルファ線やら出てきて、なるほどそれがノイズになるとか、まあいろいろあるみたいですね。ちょっとすみません、そこは。はい、あっ、すいません。えっと、この検出感度を決めるのは、えっと、なんだろう、えっと、えっと、 点数機の大きさとかどれだけ長くできるかとか、それでメインのファクターあそうです、そうです。はい、その通りです。<あ>はい、わかりました。基本的にはでかくして長く観測すればするほど、この感度が良くなるという。ああ、はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。で、えっと、これは、この図はなんかそういったアイデアで、 まあちょっといろんな物質使いまして。あで、実はこの、えっと、ジェルコニウムテルルっていう、ここに書いて、これがあのディラック物質の1個の例になってるんですけども。で、これはシルコン、ギルモニウムで、これは半導体ですね。で、これを使うとダークフォトンの、これ、まあちょっとすいません、縦軸はあんまちゃんと定義してないんですけども、これ、まあダークフォトンのなんか結合定数だと思ってください。あの、標準、普通の光だと、これ、まあ0.1とか1ぐらいのものに対して、ダークフォトンっていうのは、 まあ10のマイナス15だと15桁ぐらい、相互作用の大きさがちっちゃいと思ってもらえればいい、いいと思います。横軸が楽ほどの質量。こっちはアクションの場合ですね。でまあこの辺の。なんかさっきやったみたいに、結局その電磁,電磁場のその、なんですか、微弱ななんか信号に変えるんですよね。あ、この場合は。これは違うんですか この場合はアクションと電子とのカップリングを見ているのであああ、直接アクションと電子がなんか反応しているようなイメージですあそうなんですあ。そうすると別にそのさっき井上さんが心配してたものすごいその、まあ本当に電磁場のバックグラウンドってものすごい、ものすごい大変だと思うんですけど、そうかそうか。ちょっと違うんですね。なのでまあ基本的にはい、まあその、電、はい。 電磁場をなんかシールドできるようなものの中に、うん、置いときは、まあ、基本的には、うん、大丈夫と。ともちろん他にいろいろノイズ源はあるとは思うんですけども、うん、まあ基本的にはそういう感じです。それで、でまあ、これはあの理論的な、なんていうか、理論予言の線というかな、理論予言ですか、ねえっとまあ実際のじ実験をやったわけじゃなくて、まあ これぐらいの感度が期待されますよという、そういう線です。で、これはさっき、あの、吉野さん言われたように、あの、えっと、1年間観測をやるとか、えっと、グラムの物質を使うとか、なんかそういった過程のもとに書かれてます。まあ、その過程を変えると、この、えっと、この、この、このえっと、予言もも,もちろん変わるという、そういうことになってます。 で、えっと、今、電子の話をしたんですけども、えっと、フォノンえっと、暗黒物質が、フォノンを冷気するということもありまして、まあ、ンっていうのは、まあ、えっとまあ、ご存知かと思いますが、あのまあ、音波のようなものですよね。あの、えっと、個体中の、えっと、光子のところにいる、えっと、原子核の、まあ、振動モードのようなものです。 で、えっと、まあ、例えばこれ、ダークフォトンを考えますと、えっと、えっと、これ、プラスの電荷とマイナス、例えばこれ、あの、えっと、イオン結晶を考えますと、えっと、これ、マイナスの電荷を持ったイオンと、プラスの電荷を持ったイオンがこう並んでまして、今、仮に十分波長の長いダークフォトンを考えると、これ、あと、 えっとこ,のこ,れこれらの光子イオに対して同じ方向に何か電波がなんか弱い電波がかかってるような、まあ、そういうイメージですよね。そうするとマイナスの電波こっちに行っていうプラスの電波こっちに行くというこういうような振動モードが励起される。まあ、これはあの光学フォノンと呼ばれるようなモードな,な,ん,ですなんですけどもでこういったものの典型的なエネルギー励起エネルギーっていうのはこれも物質によるんですが オーダーとして0.1エレクトロンボルト程度ということで、まあ、それぐらいの質量,質量の暗黒物質の検出に有効であるということになっています。で、でこのガリウムイソと呼ばれる物質を使うと、このぐらいの,のパラメータ領域が探索できるということになっています。 あでちなみにあ、さっきのやつもそうなんですけども、えっと、この辺のパラメータ領域って、今のところ、あの、他に、あの、あの実験がなくて、えっと、なので、これ本当にこの感度が実現できたら、この、これまでの制限に比べて、何桁 ?5 桁ぐらいですかね。5、6桁。この、えっと、パラメータ領域を。 あの削れるので、あの相当な、えっと、インプルブになるということです。あと、こっちは、えっと、ダークフォトンあ、こっちはダークフォトン吸収する場合なんですけども、でこっちは、えっとえっと、ダークマターとなんか、えー、ダークマターと電子が散乱するような場合に、えっと そのンランダー目キーに対してどういった制限がつけられるかっていう、そういう絵になってます。まあ、ちょっとこっちは、ちょっと,、えー、と説明をちょっと省かせていただきます。で、こういったアイデアに基づいて、なんか実験をやろうという話もありまして、アメリカではスパイス・ヘラルト・プロジェクトというものがあの進められています。で、これ日本でも上岡でこういった実験を。 なんかえー、とやろうという、そういった、えー、話になっています。それから最後に、えー、とマグノンと呼ばれるものを使った、えー、とダークマタク検出のアイデアについて紹介します。でマグノンというのは、ここに書いてあるんですけども、えーとえー、と自生体の中 生体中だと電子が基本的に、あえっと、電子のスピンが基本的に一方向にこう揃ってるわけなんです,ですけども、えっと、このまあ、揃ってるスピンをちょっとまあ、揺らがせるっていう、まあ、こんな感じですね。こんなモードがあって、で、こういうなんか電子の、電子スピンのこう集団霊気モードっていうんですかね、こういうモード。 これスピン波っていうんですけども、まあ、これをまあ量子論的に表現したものがあのマグノンということになりますで。で、アクションと電子の相互作用を考えると、まあ、こういったラグランジアンで表されるんですけども、これっていうのが、えっと、えー、あの非相対論的な極限面とると、これアクションと電子のスピンとのカップリング、 になるんですね、えっと、これハミルトニアがこういう感じで表せると。これアクションの空間微分、アクションのグラディエントと電子のスピンが相互作用するということになってまして、なのでアクション暗黒物質があると、それと自,自生体の中のスピンが何か反応するんです。反応して、えっとえっと、スピン波を冷気する。 あるいはマグノン、量子論的に言うとマグノンを冷気する。あのそういうことになります。で、このなんか、えっと、冷気されたマグノンをあの検出しようという、そういったアイデアです。で、まあ、具体的な計算方法とかはちょっと省略させてもらうんですが、で、アクション国あで、えっと、 まあ今、これ、アクションで説明,説明したんですけども、まあ、ダークフォトンの場合も同じように、あの、を励起することができます。で、えっと、左はアクション暗黒物質で、右はダークフォトン暗黒物質に対する検出感度を書いたものです。縦軸が電子アクション電子結合、横軸がアクション質量で,で、こっちはダークフォトンと、えっと、まあ、普通の物質の結合定数のようなものですね。 まあえっと、これはまあ適当な実験のセットアップを仮定すると、この辺のパラメータ領域までいけるんじゃないかと。そういった図になっています。ですでに q u a ワック s っていう実験、こイタリアの実験なんですけども、がこういったアイデアに基づいて実験やってまして、まあ、 まあ、この、ここのパラメータ領域をすでに、あの、えっと、えエクスクラードしてると。まあそういったことになってます。で、えっと、そうですね、どうしようかな。えっと。で、まあちょっと、はい。 ちょっと軽く説明させてもらいますが、えっと、それとまあ似たようなアイデアで、えっと、最近、あの、物性の業界で、あの、まあ、最近といっても、まあ、2005年以降ぐらいなんですけど、トポロジカル絶縁体っていうものが、あの、非常に、あの、活発に議論されてましてで、トポロジカル絶縁体っていうのは、えっと、その物質に電磁波をかけたときの電気応答が、 こういうなんかタームで記述される。で、ここのシー θ ーが0か π っていう値を取るあの、そういった物質になっています。これまあ、それうちの人ですと、このなんかチャーン・サイモンタームということで、まあ、なじみ深いものだと思うんですけども、で、こういった電磁応答っていうのが、なんか、あの、実際の物質でも実現できるというあのことで、非常に注目を。 集めています。で、特にここのシーターっていうのが、えっと、ダイナミカルなあの場にな,なる可能性もありまして、で、その、その場合に、えっと、えっと、このシーターのことを、あの、アクションと言ったりします。これは、あの、それ以上のアクションとは関係なくて、個体の中にこういった あの、電磁波との結合を持つような冷気モードが存在することが,ことがありますよと。で、そういった冷気モードのことを、まあ、あの素粒子のアクションとのアナロジーで、あのアクションとあの呼びますというあ、そういうことです。で、具体的に、なんかトポロジカル自生体の、トポロジカル絶縁体に、なんか、あの、自生不純物をトープしたような系で、 本当にこういうアクションが存在するんじゃないかっていう、そういうようなあの理論的な提案が行われたりしてます。まあ一応今現在のところ、実験で実際にこの個体中のアクションっていうのが検証されたかどうかっていうことに関しては、えっとまあ一応なんか検証したというような論文もあるんだけど、まだ議論が分かれている、なんかそういうような状況らしいです。え、え、まずここれは、えー、っと、なんでしょう。 何者なんでしょうえっとあ、ごめんなさい。ちょ,ちょっと、<あ>えっと。すいません。はい。えー、えっと、これじゃモデルによるんですけども。はい,はい。はい。例えばこの、ここに書いたこういう模型ですと。はい。この、実はアクションの正体はマグノンだということになっています。ああ、なるほど。この、あの、えっと、はい。この模型だとマグノンが実は、よくよく調べるとこういうカップリングを持ってまして。ああ、なるほど。へえっと、 はいこの場合はマグノンをアクションという,ふうアクションと見なすことができると。でそれはまあ必ずそうなるってわけじゃなくて、はいあのなんか模型によりけれという、うそういう感じのようです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。で、あの、はい、でそういった、でもしこういった個体 まあこれ個体アクションというふうにとりあえず呼ばせてもらいますが、こういう個体アクションがあると、えっと、その個体アクションと素粒子アクションとの反応を利用してあの暗黒物質検出ができるんじゃないかと。えっと、そういうアイデアがあります。まあ、これもまあいくつか論文がありましてで、我々もやったんですけども、えっと、こ,のここに書いた A というのは、これが素粒子のアクション、暗黒物質アクションで、 ここに、このアルファって書いたのが、これが固体アクション。そういうふうに思っていただけると。で、そうすると、固体、これ電磁場あ、えっと、背景磁場を与えますと、えっと、アクションが電波に転換して、その電波が固体アクションに転換する。そういったプロセスが起きまして、暗黒物質アクションが固体アクションにコンバートする。えっと、そういうようなプロセスが、 あの起こ,るということで,すで、なんかこういったセットアップを考えればいいんじゃないかとかっていう、そういった提案もあります。で、まあこれもまあ詳細は省略するんですけども、まあそういったものを利用すると、えっと、でこれはアクションと、さっきは、これ、すみません、さっきのこれはアクションと電子との結合定数だったんですが、この場合はアクションとフォトン、 アクションと光との結合定数に対して、この辺のパラメータ領域をあの探ることができるかもしれないと。そういうことになってます。で、まあちょっと、ちょっと、っとすいません。まあちょっとあの、ちょっといまあ、いろんなこと言っちゃったので、あの、ちょっとまだ整理、え できてないかもしれないんですが、えっと、まあ、とにかく、まあ、まあ、一個一個の詳細がどうというよりは、まあ、ちょっと知っていただきたいのは、まあ、とにかく物質の種類によっていろんな準粒子が存在しまして、で、えっと、あの、比較的軽い暗黒物質でも、あの、そういった準粒子との反応があの起きえるということです。で、アクションとかダークフォトンみたいな、 吸収型の暗黒物質の場合は、これぐらいのエネルギースケールであれば、そういう反応が原理的には起きえると。で、でまた暗黒物質の種類によって反応のしやすさが違うということです。で、アクションっていうのは基本的にスピンと結合するので、さっき言ったあのマグノンっていうのは有効な検出方法ですしで、ダークフォトンみたいなやつだと、あの、フォノンを使うというアイデアが有効だったりします。でこれは どういった種類の暗黒物質を考えるかによってあの、何を利用するのがいいか、どういった準粒子を利用するのがいいかっていうのは変わってくるということです。で、これを、まあ、比較的最近になって、こういったアイデアがいろいろ提案されてまして、でまあ、実験計画もあの、えっと、進行中のものがあるとあの、そういった状況になっています。 で、最後に、最近、えっと、やったことは、えっと、量子センサーっていうのものを、あの、ものが、ものも、えっと、まあ、最近、非常にこう発展してまして、で、その中で、ダイヤモンドセンサーと呼ばれるものがあるんですけども、これ、まあ、磁場とか温度とか圧力などのセンサーとして、まあ、いろんな場面で、今、まあ、いろんな、 方面で利用されてるんですけども、あの、このダイヤモンドセンサーを暗黒物質、アクション暗黒物質検出へ応用しようという、そういったことも最近考えたりしました。ちょっとすいません、詳細は省かせていただきますが、まあ、このダイヤモンドセンサーによって磁場を検出するという、そのアイデアを利用して、あの、あえっと、アクションも、も、あの、 原理的には検出することが可能ですよということで、えっとまあ、将来的にあのこういった感度があの出せるかもしれないということで、そういったアイディアを最近提案したりしました。すみません、というわけでちょっと長,長くなりましたが、えっと、暗黒物質の研究っていうのはまあ多岐にわたりまして、まあ、今日紹介したものもほんの一部です。で 最初に言ったようにあの非常に広い最終的に暗黒物質を決めるためには非常に広いパラメータスペースをサーチする必要があってそのためのいろんなアイデアが求められていますで、まあ、宇宙物理とか物性物理の応用とか検出器のテクノロジーの進展など多分まだ誰も思いついていないアイデアがたくさんありましてあの ぜひあのいろんな分野の人、あるいは若い人、まあ、この分野にあの参入して、暗黒物質をあの特定する <laughs> あの、そういった目標に向かってなんかあの、なんか進んでいければなと思っている、そういったところです。 はい、すみません、ちょっと長くなりましたが、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。とても面白かったです。えっと、質問などある方、どうぞ。あすみません。えっと、アクションの検出器って、結構多くの場合に重力波検出器高周波の重力波検出器にも転用できてしまうと聞いたことがあるんですが、はい、仮になんか検出できたというときに、やっぱりその、 見分けというのは難しいんですよね。っえっと、そうですね。えっと、えっとですね、一応、今おっしゃった通り、なんかアクションの検出器を、その高周波の重グラビトンの検出器として利用するというアイデアは考えられてまして、ええ、でシグナルが見つかったときに、はい、えっと、一応原理上は、はい、そのアクションとグラビトンで、あのどうい どういったキャビティモードを励起するかっていうのがあの、ちょっと違ってまして、<laughs> キャビティの中に、あの、キャビティの中の固有のほとんどのモードっていうのがいくつかあるんですけど<笑><笑>はい。まあ専門用語ではな TM なんとかと TE なんとかっていうモードがあったりしてまして、うん、で、アクションみたいなスカラーバの場合と重力波みたいなテンソルバの場合で、えっと、なんか若干その、 どういうモードを例記するかという違いがありまして。ああ、なるほど。そこで、一応、原理上は、あの、区別ができる。はははは実際に、本当に実験で、現実的に区別できるのかって言われると、ちょっと、うんちょ、ちょっと分からないですけども。あ分かりました。はい。なんか、あ、なるほど。原理的にはでも、区別で,できると。うん、だから、そっかそっか。はい、分かりました。はい。はい、ありがとうございます。 えっと、ちょっと僕も聞きたいんですけど、すみません、あの、スキップしたところ、すごく聞きたかったのもいっぱいはいま、は、す、い。すいません。はい、<laughs> まず、あの、一章の最後の、なんか、ニュートリノのあたりですかね、最後にスキップしちゃった。こ,ここら辺これちょっとだけ聞きたいなと思ったんですけど、ここはい、はい。これは何ですか、えっと、はい。はい、これですね、えっと、えっとですね、あまあ、これも関節検出の一種なんですけども、うん ダークマターが太陽をこう、シュッと通過するときにえ、太陽の中の原子と、まあ、ほぼ水素ですけど、えっと、水素とダークマターが散乱して、ダークマターがエネルギーを失う。で、で失でこういうプロセスによって、どんどんダークマターが太陽の中になんか溜まっていくんですねあ。要はエネルギーを失って、この脱出速度以下になっちゃうと。 ダークマターがバウンドされちゃって、ででそれがまあこの中何,何億年という、何十億年という中でそういうのがずっと起きると結構ダークマターが溜まっていく。で、太陽の中に溜まっていったダークマターがどうせが追消滅するというプロセスが今度は起き始めて、でその時に、えっとまあ、ニュートリノ以外の,その粒子というのは太陽から基本的には出てこれない。 なるわけなんですけども、ニュートリノは基本的にあの相互作用せずにシュッと太陽を抜けて地球に来るので、なので、このニュ太陽からの太陽、太陽方向からのニュートリノを観測することによって、この、えっと、ダークマターとこの水素との産卵ダムメスキに対して制限をつけるという、そういうことができるんです。うんお これ,まあ、これもあの比較、割とずっとあの以前から,あのや,らやられてまして、まあ、スーパーカをオんでたとか、この辺の事件から強い制限がついてます。ウルトラ高エネルギーのニュートリノみたいなあウルトラそうですね、1 0 0まあ基本的に WIMP を念頭に置いてるので、1 0 0ェブとか1ェブとか。うん 中性子性のっていうのは、なんかこう、キャップスみたいなやつの話ですかそえっ、ー、と、あ、すみません、今、今、何て教えました中性子性の場合は、こっちは何ですかあの、あ、これはですね、中心にたまりすぎてっていうやつですか、はい<あ>。はい、あ、これも多分、プロセスとしては多分大体同じで、うん、この対応のところ、今、中性子性に置き換えてもらえればよくて。はいはい で、これたまで、同じようなプロセスでダークマターがたまっていくと、うん、あそのダークマターの追消滅によって、その中性子星がなんか温度が上がっちゃうという効果があって、うん、で、えっと、であとはその、えっと、中性子星の観測で、その低い温度の中性子星が見つかれば、 断、うん、面積に上限が与えられるという、なんかそういったアイディアになっています。うん。なるほど。すみません、その話はあのダークマターの追証明通先にかなり依存していそうですが、どうなんでしょうあどうなんですかね。えっと、まあ、標準模型粒子であれば、うん、まあ、多分あん、ま あまり変わらなないような気はしますかねあでもニュートリノに追悼滅先がニュートリノだったりしたら多分中性子を、まあ、素通りあんまり相互作用しないで出てっちゃって温めるっていう効果はなさそうですけどえっとどうなんですかねニュートリちょっと僕もわかんないですよュ中性子性ぐらい高密度になるとニュートリノも すり抜けないいかもしれないそうです <laughs> そういうすり抜けなければ多分、あの、あ同じ、はい、多分あんまり変わらないですね、うん、おそらく、はい。こういうのって、えっと、パルサーになってない中性性を見つけようという感じなんですかパルサーになってると、なんか、降り積もるものがあると、なんかお温度って、どうなんだろう。えっと、 えっと、とこれどうかなと。すすみません。これどうどうだったかな。えっ、ー、と、ちょっはい。なんか温度が徹底できてるものって,って多分ほとんどないとは思うんですけど。はい。でも、パルサーをかえー、すみません。ちょっとそこ忘れました。<あ>はい。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 ありがいす次すみません。あの、アキシオンの第二章、うん三章の 最後のあの、ごめんなさい、スキップしたところで、えっと、えっと、アクションが2ガンマに崩壊するようなのを、あ、これか。これを見ようっていうことでしたっけ ?2 ガンマを見るっていう話なんですかあ、そうです。これはそうですね。<laughs> えっと、はい。アクションが2ガンマに崩壊して、まあ、これいろいろ、方法、見る方法があるんですけど、うんうん、まあ、一つは銀河中心からのライン、ラインガンマ。 を観測してで、まあ、それがあの見つからないということでこの制限をつけるということと、うんあ、実はこれね、我々が最近やったのは、あもうちょっとあの宇宙論的にですねあの、えっと、宇宙に広く分布しているアクション、ダークマターがこの2つの光子に崩壊したときに出てくるこの光を見るんですけども、 そのなんか、えっと、これアクションっていうのがこれダークモターなので、あの、揺らぎを持ってるんですね。で、そうすると、このひ、えっと、背景放射の人を方正に影響を与えるっていうことで、まあ、こういまあ、これ、ハップル宇宙望遠鏡のデータなんですけども、で、こっからかし、えっと、この、あ、ちなみにこれ、えっと、アクションが1、L、 エレクトロンボルトぐらいを仮定していて、で、その時っていうのは、この光の波長っていうのが可視光とか赤外領域になるんですけども、その可視光、赤外の背景放射をこういったデータから読み出して、うん、で、これ、こいつのこの揺らぎのデータっていうのがありまして、それを使うと、実は非常に強い制限が得られるっていうのを最近やりまして、で、えっと、 これもハップル宇宙貿易のデータを使うと、まあ、この辺の質量領域の悪ンに対して、えっと、まあ、今までの制限よりも、えっと、実は強い制限が得られるということ、やったということです。はい、そんな,そんな感じです。ありがとうございます。はい、これ副屈あの、宇宙背景放射の腹屈折みたいな話とも関係します あ直接は関係しないんですけど、あのえっとまあ、でもあの相互作用としては同じものを使ってます。アクシオン・フォトン・フォトンという結合を使ってまして、あの副屈折の文脈で出てくるのとは、なんていうかパラメータ領域が全然違うんですけどもああなるほどそうなんです、ね、であの相互作用自体は同じで、あのパラメータ領域がすごい全然違うところを考えている,、うん、るそういう感じです。あ じゃあ一つ実験の方から質問多いんですかあの、そうなんですけど、最初あのゼノンとかの話してた時ってこう大量にゼノンを用意しなきゃとか、そんな感じだったじゃないですか。はい。それでディラックマテリアルとかの話が出てきて、で、最後さらにあの量子センサーとかキュービットの話になってちょっと混乱したんですけど、はい。キュービットとか量子センサーはそんな大量に用意できてない。そうですね、はい。 その空き資ン格子変換ってやつだと、それは大量に用意しなくても別に結局できちゃうっていうこと。ああそ、はい。そう、おっしゃる通りで。えっと、基本的にはでかっきらでかいほどいいんですけどもななな、なんて言うんですか、言うんですかね。えっと、えっと、その、えっと、最後に説明したような場合だ,だと、 こういう、えっと、まあ、こういうやつだと、まあ、そんなにでかいのは用意できないんですけども、まあ、な,なんですかね、まあ、まあた、た、た、単にその、あの、用意できそうな最大限の大きさを考えるっていうぐらいです。<laughs> なので、あの、えっと、その、 何て言うんですかね、えっと、ターゲットとしているパラメータ領域がちょっと違うっていう感じですかね。あの、でウィンプ暗黒物質の場合は重たいので、あの、重たい、えっと、重たいからある程度なんかその、その、えっと、でかい物質、でかいターゲットを用意しないと目標とするとこまで到達しないんですけども、 今ここで考えているのは軽いのであの、えっと、そこまで大きな物質を用意しなくても、あの目標まで到達できるか場合があるという、なんかそういうようなイメージです。そのでもちろんそので、基本的にはでかければでかいほどいいんですけども。もさっきの例えば量子センサーとかその例えば1個しか用意できませんでした。 でも、ものすごく正確に測れますっていう時は、一応、望みがあるというかああ、それもそうですね、はい。そうですね、<や>精度、実験の精度ももちろん、はい、かかってきます。その精密に、どれくらい精密に測定できるかっていうところも、はい、かかってきますいやあの、個人的には、その我々冷却原子とかやってるので、あのあ<ー>最初最近とかやると、あんなにたくさん冷却原子用意するのは全然無理だと思ってたんですけど、最後のほうにセンサーとか出てきたんで。 あ、じゃあそういう精密測定やればいいのかっていう、なんか、それだったらできるかも。<laughs> ああ、なるほど、なるほど。はい。それはおっしゃる通りだと思います。あの、はい。あの、ちょっとウィンプ、最初に説明したウィンプ暗黒物質の場合は、ちょっと、はい。もうターゲットをでかくしないと、ちょっと、どうやっても目標感度にと多分到達できなそうな感じがするんですけども、あの、ここら辺で考えているのはも、もっとずっと軽い暗黒物質なので、そういった場合は、 はい、なんかもっといろんな多分方向性がありえるんだと思いますあのち。ちっちゃくて、ちっちゃいけど精度が良いあの実験をやるとか。はい、いやもしダークマタが幸いに軽いものだったら、われわれも何かできるかもっていう。<laughs> はい,、はい、そういうはい、そういうことではい、はい、多分今いろんな、はい、アイディアがなんか考えられているところです。はい、ありがとうございます。はい ありがとうございます。他にありますかねちょっと最後に僕もコメントで、あの中山さんが、なんだこう、真実は1つみたいな、ここ,こ,この点みたいな <laughs> あのあ、コナン君みたいな感じで <laughs> <laughs>、リサランドールがこの物質ってものすごいいっぱいあるじゃないですか、種類が。ダークマターはな、い、んでみんな1種類しか考えないかっていうのは、 ダークマターだっていっぱい物質みたいにあるかもって<ー>言ってて。僕なんか、まあ、確かにそうだなって思ったんですよね。<laughs> まあ、それだけです <laughs> はい。あ、確かにまあ、それははい。その通りで、一種類である。ね。もしかしたら。然性はもないと言えばないですね。そうですもしかしたら。もしかしたら、はいね、だから。ックオークみたいなのがあるかもしれないですよね。はい、あ、すみません、何ですか。バックオークみたいなダークマターとか、レプトンみたいなダークマターとかあるかもしれない,いですはい。まあ、もし、可能性としてははい。ああ。 ああまあ、例えばの話ですけど。はい。ありえるとは思いますね。はい、あ<ー>あそういった場合は、今、真実一つって言いましたけど、まあ実は二点ぐらい。<laughs> <laughs> もしかはそれ以上なんか。いろいろあるかもしれないいろいろあるかもしれないですね。はい、いや、なんか盛り上がって良かったのは今日は。面白かったです。あの、えっと、本当ありがとうございました。皆さんあ、いえいえ、こちらこそ。<laughs> えっと、このファ、トラピアもし、 貰えるこもらったりできるんでしょうかあはい、全然、はい、大丈夫です。はい。公開してもいいんでしょうか大丈夫なんでしょうかそれはまあ。はい、大丈夫ですね。はい。はい